どうもこんにちは、新米クッキングでひこです。今日は沖縄のブッツのチャンプルーを作ってみたいと思います。代表的なチャンプルーとしてゴーヤーチャンプルー、そうめんチャンプルー、豆腐チャンプルー、フーチャンプルー、マーメラーチャンプルー、タムラーチャンプルーなどがあります。チャンプルーとはどういうのかと言いますと、ごちゃ混ぜという意味ですね。ごちゃ混ぜというのは、例えばタムラーチャンプルーにはもやしや豆腐も入ってますし、マーメラーチャンプルーには豆腐やキャベツが入ったりとかします。つまり割合が違うだけで名前にが出てきますね。7割を占めているもの、例えばもやしだったりとかしますと、もやしチャンプルー、キャベツが多かったらキャベツチャンプルーっていうような感じになりますね。はい、こんな感じでしょうかね、チャンプルーという意味は。じゃあこれから料理を作っていきますので、皆さんも最後まで見てくれたら嬉しいです。では調理開始です。最初に作る料理はゴーヤチャンプルーですね。ゴーヤがメインとなるのでこの1本を使いたいと思います。ガバシゴーヤというのがあるんですけど、こちらを買った方がいいかと思います。なぜかというと苦味が少ないと言われているからです。それと代表、沖縄の代表的なものですね、スパム、それと島豆腐、卵ですね。こちらの材料を使いましてゴーヤーチャンプルーを作っていきたいと思います。はい、下ごしらえをしていきたいと思います。ゴーヤーは中の種を取っていくんですけど、これスプーンで取るのもありなんですけど、ここは手でこうやって取っていったらいいかと思います。この半分は1人前です。2本は2つありますので2人前ですね。先ほど見えましたが7割ぐらいを占めたらその名前が決まります。例えばゴーヤが2本で卵に豆腐だけでですので、ゴーヤーチャンプル、ゴーヤーがもしこんぐらいで豆腐がこんだけやったら豆腐チャンプルになります。7割ぐらい占めたら、その頭に何なんとかチャンプルってつきますね。中華包丁いいですね。最近中華包丁にハマってるんですよ。使いやすいし。よし。中華包丁のいいとこ、ここ。一気に拾うことができて置くことができるところがいいですね。広くてこっちが広くて危ないね。続きまして豆腐ですね。ローソンセレクトの島豆腐がいいかと思います。なぜなら2個売りで使い切りタイプなので、こちらの方が自分的にはいいですね。はい、豆腐はまず水気を取ります。
こうやって水気を取ります。いいかな、軽くでいいです。はい、あと包丁使うのもいいんですが邪道です。手でちぎってやっていきたいと思います。うわよし、こんな感じですね。手でそして卵、入れていきたいと思います。ちょっと箸が近くになかったので突っ込んでやってます。はい、こんな感じで、こんな感じです。まだ見えないか。はい、ゴーヤーに卵に豆腐だけです。ゴーヤーチャンプル、ここが7割を占めていて残り1割2割でちょうど10割ですね。こんな感じでチャンプルを作っていきたいと思います。本当はもっといろんなものに入れてもいいんですけど、まああんまりごちゃごちゃするのも良くないかと思い3種類にしました。はい、で今度から焼いていきたいと思います。はい、熱したフライパンに大さじ1ぐらいの油を入れます。最初は卵を溶いて1個ですね。2個入れましょう。2人前ですね。卵2個ですね。失礼しました。2人前なので、はい、半熟この程度になったら火に外して、うー、はい、 OK ですね。次、大さじ1ぐらいかな、また入れまして、豆腐炒めていきたいと思います。人参とか入れてもいいんですけどね、天気でも。だけど時間かかるので、まあ豆腐、卵、ゴーヤーだけでいいと思います。とチャンプルだからいろんなもん入れてやろうという考えは許した方がいいと思います。あ、失礼しました。スパムは入れてませんね。スパム、はい、卵が引いておりました。あ、卵じゃない、豆腐。はい、移します。続きまして、パンも入れるの忘れてましたよ。編集でどうにかならんかな、ならんか。パンも焼き色つけます。
聞いておりますから。はい、こうやっていくの。ここで 100cc ぐらいの水を加えていきます。ちょっと煮詰めます。しばらくお待ちください。はい、5分ぐらい煮ましたので、いい感じですね。ちょっと食べてみましょう。苦っ。はい、ここで出汁を入れます。島屋出汁の素、5g ぐらいですね。それに卵、醤油大さじ1、大さじ1ですよ。それ以上入れると辛くなりますからね。はい、最後に豆腐ですね。美味しそうですね。よし、よし、そんなもんでしょうか。はい、OK です。あとはさらに盛り付けて終わりです。わ、2人前多いな。あ、すごい。3人前ぐらいあるぞ、これ。はい、はい、ゴーヤチャンプルーを食べていきたいと思います。あ、どうですかね。あ、ゴーヤから。うまっ。豆腐もしてるの忘れてましたよね。お腹ついてて、うまい。味付けは全部共通して出汁の素ですね。あの6種類のあのサンプルは、それにタンメやニラとかが入ってきますね。ゴーヤが7割くらい占めてますね。おいしい。